今回は近江の国、滋賀県に来ています。今年ね、すでに米原訓練を撮影させていただきましたが、今回はなんとね、デーデー5110連とのことでまた来てしまいました。往路の米原走行はこの踏切から狙います。この日の天気予報は終日晴れ予報なんですが、実際はね、かなり雲が湧いています。心配です。221系は大阪東線に転用されるんですよね。待っている間、結構ね、貨物も来てくれました。そして本ちゃんのデーデー5110連の米原訓練です。本当にね、10連で来てくれました。やっぱり10連だとね、迫力増しますよね。あと晴れてくれてよかったです。じゃあ次行きましょう。能登川安土のね、ストレートに来ました。ここでね、折り返しを撮影します。ここに着いた時点ではね、結構曇っててね、ダメかとも思ってたんですよ。ですがね、だんだんと晴れてきました。この日は2月25日、225系の日。本番直前の新快速です。またもや曇ってきました。かなり心配です。前面の種別膜も違ってます。かなり心配です。そして折り返しの本ちゃん。はい、晴れましたね。左側山奥ね、少し陰ってしまってますが、もう列車全体はね、しっかりと日が当たってるんで OK です。よかったです。ということでね、自分はいつもこのように鉄道写真を YouTube にアップしています。ぜひね、これまでの動画もね、ご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いやー、今日来て本当に良かった。乾杯。